アルバトロスはオーストラリア海軍の水上機母艦で同系艦はない。1938年に上空撮影されたアルバトロスの写真本艦は商船型の設計で艦首管限が著しく高い朝鮮主導型船体であった。船体における艦首艦艦の面積は水蒸気を運用するために広く取られており艦首部には 旋回式のカタパルト1機が配置し、関西機は、監視乾板後部の格納小口から乾板上に、左舷に1機、右舷に直列に2機ずつ配置されたクレーン計算機で運用された。両脇に船橋を持つ操舵環境を基部として、簡素な短脚式の全部マストが立ったところで、選手楼は終了し、乾板一段分下がった、後部乾板上に一本煙突が立ち、 その周囲には、関西艇が並べられ、原則に2本1組のボートダビットが、片言2組ずつ、計4組で運用された。主砲の12センチメートル広角砲は棒立てのついた、単装砲画で、全部甲板上に並列で2機、後部甲板上に背負い式配置で2機の、計4機が配置された。写真は、戦艦、ロドネーに搭載された12センチメートル。 炭素広角砲。本艦の手法には、アームストロング社の、マーク8 1 2トル広角砲を採用した。その性能は3 4 5ラムの砲弾を、行角45度で1 4 7 8 0ル2 2 7ラムの、対空榴弾を最大行角90度で、高度9 7 5 0ルまで到達できた。 旋回と浮行は360度旋回でき、浮行は行角90度、深く5度で、発射速度は毎分8から12発だった。他に近接火器としてオチキス 4.7cm、炭素気砲4機とビッカース 4cm、炭素ポンポン砲4機を搭載した。本艦で運用されるシーガル水蒸気。アルバトロスは1926年4月に、 国家通島の国家通島交渉で帰港した。1928年2月23日に、オーストラリア総督夫人、レディ・ストーンヘブンによって浸水。1928年12月21日に、巡航し、1929年1月23日に、収益した。収益の1週間後、アルバトロスは、最初の巡航に出航する。 1930年代初めには各種の演習に参加した。アルバトロスには第101航空隊所属のスーパーマリンシーガル6機が搭載、運用された。アルバトロスは1933年4月26日に予備役となり、ポートジャクソン湾で1938年まで保管された。 その後、軽巡洋艦ホバートの代償として、イギリス軍に引き渡され、1938年7月11日に、イギリスに向けて出航した。アルバトロスは、イギリス海軍の所属艦となり、1939年から42年まで、南大西洋で活動、その後工作艦に改修され、1942年から43年まで、東洋艦隊で、 活動。1944年には、本国艦隊に所属し、1945年に、予備役となる。ヘレニック・プリンス時代の本館アルバトロスは1946年に、ヤノーラトスグループに売却され、ヘレニック・プリンスの鮮明で民間のサービスに就いた。ヘレニック・プリンスは、ウェールズのバリーで客船に改装された。1949年、 ヨーロッパからオーストラリアへ難民を移送するため、国際難民機関にチャーターされ、1949年12月5日に、シドニー港に1000人の乗客と共に到着した。1953年、マウマウダンのランでは、軍隊輸送船として使用された。最終的に船は1954年8月12日に、香港で廃棄された。ありがとうございます。